おはようございます。時刻は朝の7時15分ぐらいです。僕は今戸塚駅にいるんですけれども、今から横浜市営地下鉄ブルーラインの舞岡駅に行きたいと思いますので、よろしくお願いします。では次の7時25分発あざみの行きがあるので、じゃあこれに乗って舞岡駅に行ってみましょう。で時刻はね7時半過ぎたところです。だ改札の前に出ました。で出口がね、一番出口と こっちですね、左一番出口で、こっちが2番出口なので、じゃいつも通り駅の周り見てホーム見ていきましょう。まあじゃあ数字通り出口1から行ってみましょう。はい、じゃ前岡交番とか前岡公園とか前岡ふるさとの森が出口1のようなので、じゃこの階段登って外に出てみましょう。ていうかこれ誰盗撮してんじゃねえ、俺のことかな、これ誰、マナッタン、マナッタンではないよね、これ誰でしょうかね。まあいいや、外出てみましょう。はい、じゃあ一番出口を出てみました。そこ舞岡って書いてますね、地下鉄舞岡駅1って書いてるんで、ここが一番出口、出入り口かのところ。で駅の周り、まあ、ポストあって、駅前駐車場にエネオスがあるような感じで、ヤクルトもある。でまあ、駅前のねよくある駐車場があるような感じで、まあ、料金はね、まあ、大体このような感じで、まあ、都心に比べると安いかなっていうタイムズがあるような感じで、前岡公園は左に 1.5 キロのようです。これなんて言うんですか、あれ道か道木か分かんないですけど、まあ、そういう信号面の名前があって、で階段しかないのかなと思ったら、横断歩道を渡るとね、こうエレベーターあるので、まあ、ベビーカーとか車椅子にも対応してる。あ、2って書いてるから、そっちが出口2なのかな。まあ、後でちょっと行ってみようと思うんですけど、2って書いてますね。出口2って意味なんでしょうかね。ちょっと逆側だと思うんですけど。で、なんかこう、車販売とか、スズキとか、なんかバイク屋さん、中古車屋さんがあって、あとこう、駅の周りにこう、家があるような感じですかね。あ、あとファミマがあるな。ちょっと影に隠れてますけど、まあ、駅前にこうファミマがあるような感じで、まあ、住宅街ってな感じですかね。で出口1はね。じゃあ2番出口も行ってみましょう。では次2番出口行ってみましょう。乗り換えバス、あ、京急バスがあるみたいですね。日切山、あと何、舞岡方面って書いてます。ここ舞岡じゃないですかね。まあいいや、舞岡舞郵便局もあるようなので、じゃあ次は出口1行ったんで、またここの階段登って、出口2に行ってみましょう。なんと来てみたら出口2は出口1と変わらなかったというオチですね。さっきの住宅街って、そこにエレベーターあって、さっき僕そっちにいたじゃないですか。横断歩道渡ると出口1のようなんで、1も2も大して変わらないですね。横断歩道渡るか渡らないかの違いで、そこ出口1なんで、でさっきのファミマがあるんで、1も2も変わらなかったっていうような感じですね。じゃあ2から来たんですけど、出口1に入って、いつも通り改札入ってホーム見て行きましょう。外見て改札階に戻ってきました。で改札の前なんですけれども、改札の後ろにこう券売機があるんで、ちょっと真後ろですね、こう券売機が2台ありまして、運賃表があって、おおほうほうほう、グリーンラインの日吉まで500円、高いですね。あざみの470円と、あとは横浜310円、あとね湘南台280円ということで、ブルーラインとこうグリーンラインの運賃表が出てて、ただ時刻表はねここにあるんで、まあ、結構本数多いのでね、来やすいなと思います。すぐ来れますね。時間気にしないで来ていいと思います。でここはね、横浜市営地下鉄、まあ、ブルーライン、グリーンライン含めて、まあ、一番乗降客数が少ない駅なので、
まあ、周り秘境駅ではないですけど、まあちょっと閑散としてるなっていう印象ですね。では改札の中入っていきましょう。はい、で今横浜あざみの方面の地下鉄行ったので2番ホームに来てみました。なんでちょっと人がちょうどいなくなったので2番ホームに来たということで、前岡ですね、右下長屋、左戸塚ということで、こっちが、湘南台方面ですね。湘南台方面ちょっと左カーブしてるような感じですかね。あの電気見るとこう曲がってるような感じで、湘南台方面が曲がってて、でこっちが右側横浜、まああと何じゃあざみの方面ですかっていう感じで、ブルーラインのホームがありますが、まあちょっと閑散としてるなーっていうような印象がありますね。まああとベンチがあって、まあ時刻表があって、駅表示があるっていうような感じで、まああとは見当たらしいものはないかなっていう感じで、ただやっぱり横浜市営地下鉄 ブルーライン、グリーンライン含めて一番乗降客数の少ない駅なので、まあ閑散としてるなーっていうような印象はありますね。あとエスカレーターあるんで、あと向こう湘南台方面の今地下鉄来たところですけど、あとここにも、まあ、ベンチがあるというような感じで、まあ、舞岡下長屋って書いてますけど、まあ大体こう駅のホームこういう感じで、だから電車来ますって来てますけど、なんでしょうね、まあ、列車が通過するようですが、まあ、これで大体、まあ、片方だけですけど、まあ、駅のホーム見ることできたかなと思います。だからすげえ閑散としてるなと思いますね。まあ、こんなもんなんでしょうかね。でここ階段登ると上に行けますね。回送列車でした。回送列車が通過したと、階層が通過したっていうような感じですね。まあ、大体これで駅のホーム端から端まで見ることできたかなと思いますので、以上舞岡駅でございました。どうもリクエストありがとうございます。